はい、どうもこんばんは、ライバロリーです。画面を見てもらったらわかると思うんですけど、ゼクロム GX のカードがあるんですよね。で、このカード今だいたい1枚30万円ぐらいするんですけど、このカードをしれっとデッキに入れて戦ってたら相手は気づくのかどうかっていうのをやっていこうと思います。ただゼクロムってなんか全然デッキに採用されないカードなので、普通に使ってたらバレるんですよ。で、この HR 独特の光型を利用して、ゼクロム GX を使ってるっていう体じゃなくて、まあ、似たカードにこのピカチュウ&ゼクロム GX っていうカードがあるんですけど、まあ、このカードを使ってるふりをして、このゼクロム GX をしれっと出してね、戦っていこうと思います。それでは実戦の方までどうぞ。レザーセルとか、いや、普通にめちゃくちゃ強いデッキです。マジで大丈夫かな。いや、でも僕ちょっと自信ありますよ、このデッキ。どうしたんですか。いや、どうしてないっす。ちょっといろいろ個人的事情があって、ちょっと手が震えてるんですよ、今。ちょっとそれは言えないんですけど。何、なんか、役中みたいな。今日は壇ノ浦さんと対戦していこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃんけんで、はい、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先ね。はい、どうぞ。よし。お願いして、はい、終了です。はい、じゃあカードいきます。電磁レーダー使います。はい、雷エネルギーと、いや、電磁切ります。あ、電磁レーダーちょっとデッキ切りますね。とりあえず電磁レーダーで持ってくるのはピカゼクとゼラオラを1名ずつ、はいはいはい、1名ずつ加えて、これでカットお願いします。はい、で2枚ともベンチに出します。はい、で、いや、伝えますか、電磁レーダーで、はい、本当ここ、はいはいはい、切って、ちょっと見ますね、はい、やっていくを。あー、ピカゼク、いや、1枚にします。ピカゼクティルダに加えて、はい、します。ピカゼクティルダに加えて、はい、ピカゼクティルダに加えて、ちょっと待ってください。いや、僕あの警察にそれ触りたくないんですけど、ちょっともうちょいこの辺持ってきてもらっていいですか。いや、これあの見たことありますよ。うわ、バレたバレるかどうか やろうと思ってたんですよ。ああ、そういうことか、そういうことか。いや、なんかこれをピカゼクって言って気づくかどうかなみたいなのをやってた。ああ、なるほどなるほど。一瞬でバレました。くそー。そういうことか。それをやりたかっただけ。いや、なんか最初はまあまあまあみたいな感じで自分の手札見てたんですよ。はい、なんか構図ちげえな。ピカチュウにげえなって思ってた。まあ、バレましたね。いや、さすがにバレるか。まあいいや、こいつもういいっすよ。バレたんで、ゼクロムのものまんま改善します。はいはい、で、レッジ出して、ピューダゼロの10枚引きます。いや、これ以外の59枚より多分これ1枚高いっすよ。